小さな労働組合に福島みずほさんはよーく来てくださっています。私たちの声を聞いてくれています。法律相談が足りなかった時、弁護士としてその相談会の相談員を務めてくださいました。もうとっても気さくに、今よ、やるわよっていうふうに言ってくださり、いつも私たちの本当に困ってる人に寄り添ってくれています。外国籍の労働者の権利についても運動しています。そこにも福島みずほさんは来ています。日本の社会では雇用の安定がないということです。日本を変えるためには福島さんが国会に必要なんです。福島さんが本当に国会の中で活躍しなかったら、私たちの声を誰が代弁してくれるのか。